わっさわっさ、2月のわっさ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 はワッツアップ TV です。調子どうよでございます。森山さん調子どうよ。最高だよ。金山さん調子はどうよ。わっさわっさ、よっしゃ行ってきましょうか。ビアコガイドのナスビです。よろしくお願いいたします。ちょっと運転中で申し訳ないです。移動の時間を使って YouTube 撮影をと思いまして今動画を回しているというような状態です。まあ安全運転で行きます。ですね、2月の23日のナスビガイドですね。まあ、今日はタイトルが、まあ、ビアコおかっぱりでやるならどこっていうお話なんですけど、まあ、その前に、本日もガイドをさせていただいてました。で、まあ、放流量が150トンに220トンから150トンに下がりまして、で、まあ、ずっと南風が吹いてたんですけど今日は北西の風が吹いておりまして、で、やっぱ南風って今まで結構うねってたりしてたんですけど、まあ、今日は北西のヤフーで4メーター予報とかで、まあ、結構風は吹く予報でした。で、実際に風は強かったんですけど、その南風の時のうねりと比べると、やっぱうねっていなかったので、今日は。まあ、一般的には結構荒れているかなとは思うんですけど、まあ、個人的には、その南風のうねりよりかは、まあ、だいぶマシかなっていうような印象でした。まあ、もちろん、安全第一で釣りを楽しんでいただければと思うんで、無理はしないでください。で、今日はですね、金山さんと鳥山さんに遊びに来ていただきまして、初バスを釣るっていうような感じだったんですけど、まあ朝一っていうか今日はずっと、まあカナダモの新芽が、あるエリアで交流が効いてたり、まあベイトがいるエリアで、まあ粘ったりしていたんですけど、まあなんか魚は結構映るんですけど、まあ食わずで、まあ、カバースキャットはもちろんなんですけど、まあ、全体的にディープクランクとバイブレーション TN80 を使いました。ディープクランク、バイブレーション、そしてスイムジグを探って、サーチしていきながらも要所要所でカバースキャットを入れるっていう、まあ、かなり丁寧に釣り込んだんですけど、まあ、カナダモの新芽でそういうところでやってたんですけど、まあ、1回バイトあるかないかなぐらいで今日は、終わっちゃいましたね。本当に、申し訳なかったです。まあなんか釣ってる方とかは、まあ、ポロポロいらっしゃるとは思うんですけど、やっぱりそのタイミング次第なのかなっていうふうには思いました。まあそのタイミングがいつなのかっていうのは結構シビアな状態だと思うんですけど、まあそこで粘るのか乱眼するのかって本当にシビアな状態だとは思うんですけど、とりあえずカナダモの新芽が生えていて、まあ、交流が効いてベイトがいる場所で結構粘ってはいたんですけど、今日はなかなか個人的にはまあ厳しかったかなとは思います。釣ってる方さすがでございます。はい。で、まあ今日はまあ釣ってる場所も釣りをしている場所も一緒ですし、まあ、何をお伝えしようかなって動画で、考えてたんですけど、おかっぱりをするならば、どこがいいのっていうので、僕が仮に、まあ、明日以降おかっぱりをするんだったらどこに行くかっていうお話をしていこうと思います。というのも今まで、釣りをしていたエリアが全部おかっぱりでは届くことのない沖で、魚釣りをしていたんですけど、まあ、今日はその沖のスポットがちょっと不発だったので、まあ、魚を探すために結構乱眼していきまして、で、たどり着いたスポットが、まあ、ここおかっぱりでもすごい良さそうなんじゃないかなっていうふうには思ったので、この動画にさせていただいてるんですけど、それはつまりどこかというとズバリ金華でございます。みんなの大好きな金華でございます。これなんでかって、なんで金華がおかっぱりをするならおすすめかと言いますと、まあ、もちろんボートも、おすすめだと思うんですけど、まあ、金華ってそもそも、金華の建物から、まあ、琵琶湖にかけて水中岬が、でっかく大きくあるんですけど、そこの水中岬の上側、まあ、もしくはブレイクのところに、まあ、バスがたくさん今日は魚探で映りました。で、今までカナダモの新芽がそんなに生えていないので、まあ、ノーマークだったんですけど、まあ、カネカっていうのは地形変化が、その水中岬がある通り地形変化がすごいので、まあ、ベイトも溜まりやすいし、結構でかいバスも狙いやすいので、
今日はちょっと久々に行ってみようという感じで行くと、まあ結構、魚は映るぞ、まあ映ってるのに結構食わないような感じだったんですけど、でそれが結構おかっぱりの方でも届くような場所に、バスが映ってるなっていうのを感じたので、まあ僕がもし仮に、まあ、今日明日以降おかっぱりをするのであれば金かの前に行くかなというふうには思いましたね。はい、まあ、あとはほんまに朝とか夕方とか、まあ、日中とかのタイミングとかで魚は食わせれるかなというふうには思いました。まあ今日はちょっと魚を触れていないので、何とも言えないんですけど、まあ金かが、まあ、熱いんじゃないかなというふうには個人的に思いました。はい、というわけで今回はこんな感じで終わらせていただこうと思います。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。またなすび TV、 何かしらの琵琶湖に関する釣りに関する情報を発信してまいりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。